小福帝昇格。小福帝昇格。小福帝昇格は、情報落語の名跡。1996年に七代目が松葉へ、追造されて、以来、空位となっている。小福帝はじめもんの留めな。なお、大阪弁では長音を省略する場合があり、昇格を、昇格と読むのは一種の読み癖である。鶴子を、鶴子、鶴辺を、鶴辺などと読むのも同じ。 そのため、古い資料等には、昇格と記されているものもある。なお、四代目吹き込みの SP レコードでは、自らを、昇格と名乗っている。歌舞伎の名跡では、尾上昇格は、昇格と読む。なお、代々、墓として残されているのは三代目以降の墓所は、大阪市天皇寺区四天皇寺二丁目のことぶき法寺、別名、もみじ寺にある。 毎年六代目の命日九月五日には、昇格一門が、所属事務所の枠を超え終魔歴代の昇格をしのぶ、法事が行われる。初代昇福帝昇格、1811年1月16日から1866年1月7日は、本名、貴郷や昇兵、氷年55、二代目昇福帝割れ竹、または割れ畜門下の割れた魔門下。 初代、小福亭松隆、し、引けしつぼの松隆を経て、初代昭閣を名乗る。大阪の新町遊郭で、要求おを営み、頭の形から、引けしつぼと、あだなされる。安政頃には、大津絵説の替え歌で人気を得、一枚ずりや小冊子の流行歌に多く、名を残している。天聖の美声の持ち主で、初代、桂文江と共に、 情報落語の流星をもたらす石を気づいた。挨拶に来た同業者に、この寒空に、人への羽織では、ドムならん。悪いが私のを着てくれんかと合わせ羽織を着せてやる。ぺこぺこ頭を下げるその男に、私が前座でピーピー言うてる頃、お前さんには、下駄の揃え方が悪いと、足蹴りされたもんやった。そのお前が私の使う羽織を貰うてくれるようになったんやなと、 皮肉な仇だちをしたという。門下には、二代目昇格、二代目松隆、二代目昇竹、波紋となり、初代、桂文之助を経て二世、そろり新左衛門、松龍、後の桂隆氏、立川八百造らがいる。二代目昇福帝昇格、から1891年8月8日は、本名、松本豊七かなな、去年不詳。 天保、高科年間頃の生まれ、初代昇格の門人。初代鶴松、三代目、四代目ともわれたけ、二代目、昇格を経て、二代目縁笑いを名乗り、後に、孔男子となる。松橋を名乗っていた時期もあるらしい。元は、荒野の形置き職人で、仕事の合間に桃などの果物を売り歩いたため、落語家となった後も、桃屋と、あだなされる。また、 夏祭りには、流しの庭かも演じていたという。舞踊の名手で、松づくし、一枚刃の下駄を履いて五番などのお題に乗り、五枚の、扇を広げてマウゲの元祖は、この二代目昇格と伝える。初代文枝が得意にした、三十国に、し、初代昇格の作った船歌をおかみし、当時の評判を取ったという、その写真は、落語系図 P106 に掲載されている。一方では、 講座を張り回ったり、役者のように目を向くなどの懸念が、あっとも言う。千八百七十六年頃には、東京で修行、帰還後は、東京の上品の話を目指したという。高山師になってからは、加賀騒動、成平文治などをお箱にしたと伝える。門下には、初代縁厚氏、三代目昇格、二代目儀、鶴、初代、福松、ダラスけ、後のかつら文みや、 松江門、桂文也の父らがいる。三代目正福帝昇格、1845年から1909年3月30日は、本名、武田亀太郎。去年65年後、元は、天狗連の浮世物真似師の木丸という。26歳の頃、二代目立川参考に入門、立川光柳を名乗る。次に、桂刑事門下で、桂のりえ。 刑事、喜びしとも、後に二代目昇格に招かれて三代目、松高松橋ともお名乗り、1878年に三代目、昇格を襲名、師匠と不和になり、京都に移り初代キツルを経て、1880年1月に、昇格にまたな。当初は桂派の真打ちだったが、二代目、桂文江、後のカツ文在門の敵である二代目、 月帝文人とと仲が良かったことから、後に文へと祖母を来たし、1893年に、文と、初代、小福帝福松らと共に三遊派を立ち上げに参加し、会長につき、桂派と田本を分かつ。1896年1月には同派を、サリ公爵に転じるが、1905年に、初代、福松の没で弱体化した三遊派に再度迎え入れられ、竹人と改名。 翌年5月に再度三遊派を退いた。公爵時代は、大阪天満宮裏の蓬来邸に出演し、好評を博していたという。若年時から風格を見せるために頭を反り上げており、三代目と、いえば、この特等の風貌が有名であった。また、膨大な持ちネタを誇り、二代目、極道南漁によれば、二ヶ月間、神戸で席を共にした際、 一度も同じネタを繰り返さず、240、数代を、いずれも見事な出来栄えで語ったという。落語家時代は、三十国、猛、歌劇よ、新小屋、新米、混田屋公尺史寺は、大塩平八郎、一級禅師など、落語家時代から、公男子を得意としており、今もしばしば演じられる、佐々木武史発をもとに作られた、佐々木裁きは三代目昇格の作で、 一級トンチバなしにヒントを得たものである。門下には、竹割れ、二代目、昇福帝梅鶴、四代目昇格、三代目縁笑い、佐藤木松、後の二代目福松、四代目、松隆松葉、後の桂文次郎、五代目、松隆後の二代目、林屋染丸、三代目梅イコーラがいる。四代目小福帝昇格、 1869年から1942年8月20日は本名森村米吉、去年74年。1869年生まれ、生家は大阪で大名への金貸しをしていたが、幼くして父と死別。10歳の時に神谷へデッジ暴行に出る。その後、花かんざしや鉄屋、下駄屋、先行屋などの職を転々とするが、 いずれも長続きせず、1885年、知人の世話で、歌舞伎役者の坂東東の男衆となり、後に、沢村百之助の門下へ移る。その後、芸界を離れ花冠差し屋を営むが、20歳の頃に、素人落語に加わり秀丸、花舞を名乗り、1886年、三代目、昇格に入門し、三代松を名乗り半苦労との、活動を始める。 ハンクロート時代には他にも、ハンコや、別校や、小物や、貸し座敷なども転々。翌年に三代目小畜と改名し本格的に活動を始める。三代目昇格がよく可愛がり差し向かいで、しっかり稽古をつけた。その後、再び芸会を離れ、薬の行商、宿屋などをしていたが、また落語会に復帰し、1895年に、 日清戦争の勝利にちなみ一万歳を名乗る。やがてし、三代目昇格が、後段に転じたため、1899年に二代目、桂文江、後のカツ文在門の預かり弟子となり、両氏の中から一時ずつもらった、ケイシズルを名乗る。1904年12月に、浮世亭一万歳と改名、翌年2月に三代目昇格の三遊派復帰に、伴い行動を共にし、 初代、昭福邸四角を名乗る。その後、1907年11月に四代目昭格を襲名。その後、1912年に、初代、桂史桜と共に、鈴女会を設立するも長続きせず、三遊派に復帰。七代目、桂文治の引退に伴い、三遊派の頭取となるも、1922年には、吉本工業に九州合併される。 1925年、弟子の二代目エダズルに、昇格の名を譲り、自らは、昇王と名乗った。芸はこの時代では珍しく素晴らしい一本で正当派で、達者で嫌気がなく自然に湧き出すおかしみであった。しかし講座を降りると、プライドも高く多派との衝突が絶え間なく、本人も諸派をコロコロ変わってる。18番は、天皇寺参り、次のご曜日、餅つきなど。 sp レコードは枝鶴時代の明治末から昭和になった大正末までに多く残している。門下には、千鶴、後の桂太郎、鶴蔵、二角、後の桂三木丸、初代、鶴光、後の四代目昭畜、五代目昭角、二代目一万歳、後の桂潮代、鶴江、後の桂段丸、小鶴、初代桂昭、春段寺、鶴寺,寺、里鶴、初代、鶴辺、 後の林家染八、鶴丸、後の初代林家小染、小枝鶴、三代目光鶴らがいる。五代目正福帝昇格、1884年9月5日から1950年7月22日は、本名、竹内梅之助、去年六十七、四代目昇格門下で、二代目光鶴、二代目枝鶴を経て、五代目昇格を襲名。 髪型は、梨を創刊し、貴重な資料を後世に伝えるとともに、若手の育成に尽力し、文楽座での工業の成功や、恵比寿橋小区会館にこぎつけるなど、情報落語復興に果たした功績は、極めて大きい。文下には、三代目枝鶴、六代目昇格、二代目松之助、小鶴らがいる。六代目昇福亭昇格。 1918年8月17日から1986年9月5日は、本名、竹内秀夫。去年69。5代目昇格の次男。初代松之助から4代目光鶴、4代目枝鶴を経て6代目昇格を襲名。戦後の情報落語復興に力を尽くし、3代目、桂米朝。3代目、桂春男児、5代目、 桂文ラと共に、四天皇として称えられた。また、その強烈な人柄や、気候の数々は、今も、語り草となっている。門下には、三代目二角、二代目鶴子、二代目鶴べ、福笑い、三代目になるが、初代、二代目とはそれぞれ門下が違う裏がいる。七代目正福帝正角。 1952年2月19日から1996年9月22日は、本名、倉本正夫、去年44。6代目昇格門下で、生前は、昇福手松葉を名乗った。7代目昇格の名跡は、死後の追蔵である。6代目昇格没後、誰が昇格を継ぐかという問題で揉めた。先代の遺書には僧侶でし、総領弟子。 小福亭二角を七代目とすると記されていたが、二角はこれを誇示。様々な理由はあろうが、六代目の実子である五代目、小福亭四角、すでに廃業への配慮や、二角が、小畜芸能ではなく、吉本工業所属であったこともその一つと言われている。結局、二角が七番で始松場を七代目に指名し、決着する。しかし、間もなく松場は病に倒れ、 七代目を継ぐことなく、亡くなった。六代目の死後、七代目昇格の襲名には、二角、鶴部には、昇福亭売行、売カとなど、弟子の襲名に関してこと細かに遺言に書かれていた。しかし二角は、松竹芸能所属の六代目と異なり、吉本工業所属であることを理由に襲名に、難重を示し、断りを入れる。遺言の執行をするべく次に、 白羽の矢が立ったのが六代目実子である五代目、枝鶴であったが、枝鶴も襲名を断った上に蓄点。1987年に、ジップの一周期工業で鳥を務める予定だったが、出演直前で再びそう。後に、事務所から解雇の上、廃業扱いとされた。1996年になり、六代目の弟子の松葉が、昇格を襲名することが内定したが、 当人が襲名疲労工業予定日に病気で休止してしまったため松葉に七代目昇格が追増された。現在のところ昇福亭昇格の未応席は松竹芸能が管理する形となっている。なお2010年になって五代目エダズルの唯一の弟子である小鶴が六代目エダズルを襲名している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。